山とい山とい山といは沖縄県宮古島市平良にある井戸。石像遺跡。1992年2月18日に国の史跡に指定されている。竜木珊瑚礁の島である宮古島には川はなく、雨は地下水となって海に流れ込む。海岸付近などにはその流れが湧き水となって湧き出す箇所があり、ガーと呼ばれて住民の貴重な生活用水として利用されてきた。 山和井は、宮古島市の市街地近くにあるガの一つで、すくそばにある、ブトライと共に、山和井という名称で1992年12月18日に、国の史跡に指定された。山和井は、石段を降りた下にあるフリーで、周囲約20メートル、高さ約6メートルの円形の石積みの穴の底に、石敷きの広場を設け、その奥部が、取水口とされている。広場までは、 折れ曲がった石段が続いており、その途中には門扉が設けられたと思われる缶抜きの跡がある。陽性旧記の記載から1720年に掘られたものと考えられている。伝承によると、この井戸は首里オフや薩摩藩から派遣された役人専用の井戸であったとも言われている。見事な石細工や厳重な管理の様子を伺わせる缶抜きの跡が残る。ブトライは、 山和井から50メートルほど北西に位置する井戸で、より簡素な作りを持ち、一般の住民用として用いられていたものと考えられている。沖縄県宮古島市屋座、西中曽根ブスケ州、土川。ありがとうございます。